食べれるの？アルファベット順でどんどん食べていくと。そう。で今日一日 A から Z まで食べながら過ごしていくと。そんなにないでしょ。Z とかあるの？ズッキーニ。ズッキーニ確かに Z ですね。難しいのはね X。え ？X。U。U もないでしょ。まあ、とりあえず A からいきましょう。もうお腹すいたでしょ。アップルでいい。アップルなの？アーキチョーク。アーキチョークって何？よし、アーキチョーク、その箱持ってきて。アーキチョークってあんまりだことないですね。どれだと思う？え？ブルー、それ違います。え？これ？これ何？これこれ、アーキチョークっていうお野菜ですね。なんでアップルでいいじゃん。これね、ママね、実はね、結構好きなんだよね。茹でさせていただきました。何これ？これも食べるの？ジュースあんのかな？自分が思う食べ方でちょっと食べてみて。まずはヘタをやっぱり切る。はい。うわすごい。やっぱこの皮をちょっと剥いな。皮を剥く。はい。あ、ちょっと待って、皮を剥いたらどんどんなくなっていく。え？ちょっと待って、やばい、なくなっちゃう。この中を食べるんだ。じゃあ食べてみて。ちょっと待って、ティッシュティッシュティッシュ、ブルー、食べれないんだよ。この剥いたやつ、この白い部分だけ食べる。これをつけて歯で削るようにして食べる。で、グッと。そう。え、こんな食べ方。これ、ここは食べれない。美味しい。酸っぱい。たの実は当たってて、ここを食べるんですけど、ここに毛みたいなのついてるでしょ、うん、これは取り落とします。ここがアーキチョークのハートって呼ばれます。そこを食べれます。え、どこ、うん、どここの真ん中の本当に部分、うん、美味しい。アスパラ、アスパラみたい、うん、意外と気に入ってめっちゃ食べてる。よし、じゃあ A は終わったので、次は B。B は何だったの？バナナ用意しました。わー、いいじゃん。ノー、やだやだ。じゃあ他に B ある？ブロッコリーうちある？見てきて。ブロッコリーあったらブロッコリーでもいいよ。バナナですね。バナナ、やだやだ。せーの、 A が止まりません。おい、せー、一回 B に移ろうか。いや、準備してんの。準備してんの？え、どういう意味？ B の後に A に戻ろうと思ってる？ダメよ、AB 順で行くからね。そうな。せーの、バクって言っちゃって。ほんとやめて。リタイアする？これリタイアしたらどうなの？バスゲーム。うわ、口入れて、顔入れた、せーも。入れて入れて入れて。
水、パパ水用意してあげて。サンダある。全然草もある。頑張って鼻つまんで食べるんだ。水二人とも。そんなに。じゃあね、ママもバナナ嫌いだけど、カオとセイが頑張ったからママも頑張って食べますよ。そしたらいい？意外に悪くない。またセイが A に戻っちゃった。次 C いきますよ。はい。セイちゃん C 持ってきてくれてますよ。これはね、ママも一体何かわかりません。なんちょっと見せて。カラマリシチューって書いてありますね。カラマリ。イタリア語でイカのことなんだと思います。じゃあ開けてみましょう。とりあえず白っぽい。え、待って、いや、多分え血え トマト、うん、トマトの中にイカが入ってなんかいけそうじゃん。完全にトマト、シーフードトマトパスタソース。うん、なんかおしっこ。えせーの、見ます。これはうまい。しクリア。まあでも全然これじゃお腹いっぱいになんないね。じゃ次 D だけど、なんだと思います？デュバ。デュバって何？D、 もうみんなが喜ぶものちゃんと用意してます。ドーナツ。ドミノピザです。おお、まあお昼ですからね。ドミノピザ。ドミノピザですね。こっちチーズピザですね。いただきます。久しぶりだね、ドミノピザ食べて。まあでもちょっとこの後どんどん続いていくので、ただ5分ぐらいにしてくださいね。でも昼ですからね。そう、うまい。じゃあどんどん食べてください。はい。次は E です。なんだと思います？ E です。エッグ。名前じゃん。手の学校で友達です。え、せい友達食べちゃうの？このトースターにあるんで持ってきてください。え、待って、え、やばそう。え、食べれるの？ちょっと待って、何これ。え、待ちー、これは何でしょうか？シーシュール。これカタツムリでしょう。あ、待って、でカタツムリ。こちら英語でエスカルゴ、 E から始まります。いい匂いはするけど不気味。一つ取ってください。汁が出ないように。いや、そう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 。熱い。貝を押さえてグサッとさせてむにゅって出します。え、ちょっとパパ。あサザエみたい。うわー、思った以上にこの色が。やめて。やだ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 。せーの。お。お。どうした？うまい。うまい。お前は痛いの。酸っぱい。お酒のつまみなんで。あ、おいしい、おいしい。おいしい。ブルガイみたいな。背を気に入って2個目いきますね。意外に美味しいです。次、F ちょっと今頼んでるんで来るのを待ちます。いや、フラペチューノとかフラペチューノ。わあ、楽しみにしよう。食後そっか、それがあったか。失敗したかも、ママ。違う。こちら何ですか？ F フライドチキンです。はい、どうぞ。F 言ってください。おいしい、おいしい、おいしい。ママもちょっと食べたいな。ダメ。え、ダメ。これで F までいきましょう。あ、キュキュキュ。新しいもの。え？いや、絶対ジンジャーエール。C は
こちらです。グアバペースト。グアバっていうフルーツ、それのペーストいやーす羊羹みたいな硬さ、フルーツみたい、色がね、ちょっと匂い嗅ぐの、何なんかちょっと癖があるぞこれねえママほんと大嫌い結構長いねベーコン。せーの、アム。入れて入れて。あ、どう？なるほど。はいはいはい。全然大丈夫。本当？梨みたいな。梨？大丈夫。こういう感触は私嫌いなの。でも一口でごっくんしちゃった方がよくする。食べたらブルーベリーみたいな。あーシムやだ、シムやだ、ちょっとそんなにどうする、こうやってリタイア。ちょっとジンジャーエールがあるから持ってきて、それかジンジャー食べる、どっちがいい。あー、ジンジャー食べる、食べろっつって、シムが出てくる、シムをつってんの。ひどママひどジンジャーエール、はい、これでじゃあ G をやり過ごしてください。なんで笑ってるの、嬉しい。カオちゃんジンジャーエール大好きです。 H もやっちゃいましょうかね。ハラペーニョだから G だな。ハラペーニョって G からか。H はこちらです。何ですか。ギリシャのバスですね。カルバっていう名前がついてるそうです。甘い。なんでこんな顔を。甘い匂いです。はい、こんな見た目ですね。なるほど。食べたら甘くて苦くて紅茶とかコーヒーの茶菓子合いますね。苦い。いやでも美味しいです。次このまま愛もいっちゃいましょう。愛は何だと思います。愛。正解です。冷凍庫にアイスクリームが何種類かあるので好きなのを取ってきてください。ミントチョコ。アイがアイスクリームのアイ。せーの、うん、うん、うん、やっぱ美味しいですね。どうします、このまんま先進みます、それとも一旦休憩を挟んで次 J から行くんですけど、まだ先進みます。嫌な予感がするね。バイバイ。オッケー。次はハラペーニョ。もう分かってんじゃん。じゃん。ハホセイにハラペーニョ体験をしてもらおうと思って。辛くないの？いや、そんな。いや、すごい辛い。青のね、若いハラペーニョは結構辛くないんだよね。種の方が辛いから、そっち側を薄本当に薄く。皮はスーパーテクニックでやった。あー、匂いだよ。鬼滅の刃。OK。パパ、この大きいやつね。でもこれね、パパ、反対側を始めてください。かばい、かばい。せーの、大丈夫かせ。まあ、切ってない。ケーキパプリカみたい。全然平気。うん、そこは平気だった。じゃあそこ行ってみる。大丈夫。何でも。さすがに辛い。辛い。 J はクリアです。はい、次は K 行きます。過去の K。 じゃあかおちゃんみんなで食べて。食べれる。髪が長すぎて食べにくい。K 何だと思います。あ、分かった。 K ポッキーで、ケールサラダを用意させてもらいました。なんでキュウリの方が良かったの。ママのセンスが悪いね今回。これがケールって呼ばれる葉っぱですね。食べ過ぎは良くないんですけど、適量食べると体にとってもいい。サラダに。ちょっとじゃあケールだけでみんなちょっとトライしてみてよ。
あ、おいしい、もういっちゃった。いただきます。ちょっと苦いかな。今塩をいっぱいつける。うん、苦い。でもおいしい。うん、おいしい。はい、クリア。次、L です。レモン。レモン、レモン食べたい。一応ね、L っぽいもの見つけてきたら。ブスターペースト高級じゃない？パンに乗せて食べるけど。パン乗せていい？パンはないので。やーす。なんかシーチキンみたいなとこが高級ですよ、高級。せーの。あ、完全ロブスター。ロブスターですね。これダメだ。もうね、バレナクリームとか。意外にあっさりしてる。多分上品な味なの。美味しくはない。はい、次は M です。 M 何だと思います？ママ。そこの後ろをちょっと見てみて。なになになに。あー、わかった。マッシュルームだ。マッシュルームの漬物ですね。ちょっと唐辛子も入ってて辛い。ちなみにカホちゃんはマッシュルームが嫌い。辛いの。かおちゃんがおやつのところから M を探してますね。 M&M。 まあ M ですね。どっちか一つ食べたら M クリアでいいよ。うん、あれやな、酸っぱそうですね。で、どっちトライする？ OK。 M&M、 M ですね。茶色で、これがマッシュルーム。せーの。おいしい。そう、酸っぱいね、これ。結構辛い。次、N です。何だと思います？納豆。納豆。そうです、納豆です。納豆、これはテンション上がる。じゃあ納豆作ってください。みんな大好きですよね、これ。よーく混ぜてくださいね。ちょっと納豆はせーのすると垂れそうだから、もういっちゃっていいよ。いいよ、いっちゃっていいよ。これは美味しい。あー、ちょっとちょっと、こんな状態で。あ、せー、汚い。あー、すごい湯だ。あー、あー。バッグじゃ少なかったか。いや、汚い。すごい、せーの方にグッと寄ってんだ。あ、パパに食べられない。いやー、もう美味しかったです。次は、P です。これはもう、ピーナッツじゃないの？ピーナッツ。え？プリングルス。もう来たじゃん。はい。P、プリングルスです。待って、これってあの、サプライズドッキリとかじゃない？入れとけばよかった。はい。もう、もう食べちゃって、P。 久しぶりに食べると美味しいでしょ。卵もちょっと一枚、いただこうかしら。これはな。次、Q。クイアットかな。あの、なんかサラダによく入ってる。正解面白いけど。これスーパーフードね。よくサラダに入ってるキヌアって呼ばれる。茹でてあります。せーの。いただきます。プチプチしてるご飯みたいな感じ。美味しいです。ママにも分からないですね。美味しいです。あ、ちょっと待って。買ったこれ。R さ、バイス。R 実は今ママ注文してあります。ブレラーメン。みんな大好きラーメンを夜ご飯にしようと思って。ラーメン。もうすぐ来ますね。N 行ったじゃん。O は？え？ O 忘れてる。O 忘れた。O なんかある？企画倒れじゃないですか。O ある。おお。なんとか。これ。おれよミニ。よかったー。先に P と Q 行っちゃったけど、オレオ食べちゃって。もうあれより痛いやっちゃったんじゃない今。え、でもママのせいで、ママが設計ミスしたから。ママが罰ゲームなの。食べちゃった。
いただきまーす。やっちゃってんじゃん。オレオの「お」を言ってください。せーの、うん、僕次ラーメン。あ、来てますね。ラーメン嬉しいでしょ。あ、じゃじゃん。ラーメン、出来上がり。ラーメン完成。いただきます。これで R は OK ですね。お腹いっぱい。え、まだ R だよ。サルト。そう。おむしろ S は用意はしてあるんですけど。あるの。ママもよくわかんない謎の食べ物です。いや、また謎。イエー。何これ。スメンスタル。イタリアナンバーワン。牛肉ゼリーです。イエー。ママ本当ダメだよ。いや、いろいろ試してみようよ。おお、なんか出た出た出た。おー、じゃあ私とは全然違うの。コーンビーフみたいな。あ、そうそうそう。で、ばあ、毒味するよりいきます。うまい。酒のつまみにちょうどいい。おいしい。中のおいしい。意外に臭みがなくて、おいしい。かわいい。次は T です。 T といえばもう T ボーンステーキでしょ。私もそう思ってた。じゃあやはりタムリン。あ、タムリンっていうやつを用意してます。え、それなんか何これ。タムリン、タマリンドだ。タイやインド、フィリピンなどで食べられるマメ科のフルーツを糖につけたり、唐辛子につけたりして食べる食べ物だそうです。テンション上がってないですよ、二人とも。だって、まずそうだな。よし、開けてみよう。あい、開いた。なんかまたさ、うん、やだやだやだ。黒砂糖的な。電池がなくなって戻してたんですけど、皆さん食べました？少し。私一つ食べました。はい。これね、外は甘いでしょ、うん、で中はフルーツが酸っぱい感じ。酸っぱい。で、うん、さらに唐辛子にちょっと使われてる。で、辛くもある。結構美味しいと思う。カブト星が頑張ってる。いいですか？みんな食べました？先生、ごっくんしちゃって。ユーに行こう、ユーに。ユーは何だと思う？冷蔵庫に用意してあります。パパは多分喜ぶ。これ UCC ってこと？かおちゃんとせいちゃん、アイスコーヒー初体験しました。缶コーヒーってやつですね。そうです。ちょっと待った。わーい、分かってない。わーい、分かってない。まずはパパ好きでしょ、かおちゃん。ちょっと久しぶりに飲みです。あ、でもコップ入れさん。いやー、ちょっと待って。缶のまま飲まないと缶コーヒーは意味がないんで。分かってないよ。違う、クロさん。じゃあこう。違う。パパだめ。仕事の。タバコ吸わないでしょ、 CM。 いいじゃん。もう一頑張りするか。かわいい。おいしいじゃん、意外に。少し甘い。そう、微糖なんだよね。成功だわー。まあ、CM、よーい、スタート。飲んでる。30分、頑張ろうかな。30分。ゆうの次は
V。 V ですね。ビネガー。正解です。え、当たっちゃったの。後ろに置いてます。お酢のことですね。今回用意したのは玄米黒酢。黒酢はね、体にいいらしいので毎朝飲む人もいる。5倍にしてください。やっぱり薄めましょう。クッといっちゃって、一気にいかないと。もうカオちゃん行きました。喉痛い。で、あとちょっと踏んじゃってごまかしてる。あ、セイがいた。いいよ、ピクピクピク。オッケー、頑張った。パパ飲んだから、パパ V に。もう一回ちょっと飲みます。え、休憩してますが、あと XYZ だから食べちゃおう。もう X 本当になくって、唯一見つけた X でございます。何ですか。小籠包ですね。小籠包で XIAO 小籠包って書くんですね。へー、面白い。なるほど。もう入んない。もう入んない。せーの。おいしい。手が遠いんだよ。味は美味しい。美味しい。ただし、お腹が。これは明日朝食べましょう。はい。あと2つ？うん。もうクライマックスですから。次、Y はね、家にあったこちら、ヨーグルトです。Y のヨーグルトです。おいしい。お腹すくじゅうれない。くざ。お腹すくじゅう。普通に美味しいです。普通に美味しい。普通に美味しい。美味しいよ。そうです。あんまヨーグルトが好きじゃないんですね。まず好きなの多くない？あ、でも私大丈夫。美味しいよ。じゃあ最後行きましょうか。はい。よっしゃ、最後。最後ね、これママもよくわかんない。何？ズワン、ズワン。もう。謎のチキンミートだそうです。ザワン。いきまーす。最後だよ、最後。怖い。うわぁ、なんか肌色。あ、なんかいい匂い。怖い、なんかプキリン。なんか歯の取れちゃうぐらいの。あー、最後ベスト。せーの。全然まずくない。うわぁ、美味しい。うん、非常に美味しい。非常に美味しいハム。お腹空いてる時に食べたかった。終わったー。もうやっとママに罰ゲームが。いやー、これ結構ね、大変でしたね。 A から Z まで。もうちょっとはもうやったりないですね。それから次はあいうえお。でも同じじゃん、だって。あー、なに。アイス。じゃあママの罰ゲームは何？すっぴんの顔。ダメ、それはダメ。もう今はだってすっぴんだからいいんじゃないですか。はいはい、はい、ダメ。